お疲れ様です。あれ、三宅さん、今日ってサークル行きますえ今日3年生だけで飲み会あるんすかえ、それ、僕も行ってもいいですかえ、はい、めっちゃ行きたいっす。だって3年生おもろい人ばっかじゃないですか <laughs> 普通にサークル行くより、絶対そっちの方がおもろいっすもん。<laughs> え、いいっすかよっしゃーめっちゃ楽しみ <laughs> <laughs> おもろ <laughs> やっぱ三年生面白すぎっすわ <laughs> あ、ゆういちさん。お酒大丈夫っす同じので、了解です。すいません。レモンサワー濃いめで。急ぎでね <laughs>。<laughs> あ、そうだ。よかったら皆さん、今度僕ん家で飲みませんかあの、僕料理好きなんで、なんか創作料理とか作りますよ。それつまみにどうすか はい、ぜひぜひぜひ。<laughs> いや、全然いいんすよ。もう皆さんにはいつもお世話になってるんで。あ、これ、代わりって言ったらなんですけど、三宅さん、なんかこないだ、ゲーム会社の社長と飲んだとか言ってたじゃないですか。そうそうそう、そうらしいんすよ。え、今度そういうのあったら、僕も呼んでもらってもいいですかあ、ぜひ、はい、お願いします。あの、皆さんもよかったら、なんかそういうお知り合いの方とか紹介していただけたら嬉しいです。あの、人脈広げたいんで。うっす。は <laughs> は お前、イタリアンレストランのキッチンでバイトしてんだって。金曜は空いてるあの、俺ん家で3年生呼んで飲み会やるからさ、お前料理作りに来てくんないえー、俺も作るけど、お前も手伝ってってこといいから来いよ。女とか紹介してやっから。皆さん、どうすかうまいっすかああ、よかったです。なんか、もし食いたいものあったらもう何でも言ってください。なんかあるもんで適当に作るんで。うっす。カトかと。 お前も,もっといろんなもん作れよ。種類種類種三年生たち飽きてきてんじゃん。こタお前脱場でバイトしてるよな。あれ木曜さ、お店安く貸し切れない。三年生たちと行きたいんだけどさ。平日なら行けるっしょ。は、予定、何。お,お前。一年生だけの集まりなんて、そんなもん。三年生の飲み会に比べたら、どうでもいいだろう。 2年もいんの誰サトシサトシなんかどうでもいいじゃん。みんな一年サトシのこと好きなの。あ、慕ってんだ。へえ、なんだそれうっざ。<laughs> いや、お前らさ、もっと自分にメリットがある先輩と付き合った方がいいよ。サトシ、今日ちょっと飯行こうよ。一年だけの集まりに顔出すお前さ、 そういうのもうやめた方がいいよ。一年生だけの中に一人二年いるってさ、空気読めなさすぎでしょ。いや、それみんなはいいって言うよ、後輩だもん。一年みんな言ってたぞ。お前のことうざいって。皆さん、よかったら、キャンプ行きませんかあの、一年生でハイエース持ってるやついるんですよ。そいつに車出してもらって。いや、全然大丈夫全然行きます。もうなんならそいつ抜きで、車だけ借りることも可能です。はははは。 あ、でもなーなんか最近、サトシが一年生囲ってんすよ。まあ、それさえなければ大丈夫っすね。はははは。いやいやいや、サトシなんて全然いいやつじゃないっすよ。あいつ、先輩たちの悪口とかも言ってますよ。いや、マジっす、マジっす。なんか先輩たちの飲み会ダリとか言ってますもん。いや、ほんとですって。あれ。<laughs> なんすか、この感じ。あれ、もしかして、 サトシ俺のことなんか言ってましたは俺が一年生コキ使ってるあいつ。いやでも、ぶっちゃけ先輩後輩なんてそんなもんじゃないですか。いや皆さんも今まで僕のおかげでいい思いしてきましたよね 一年生の皆さん、うちのサークルどうすか楽しいっすよ。一年生はタダで飲めまーす。<laughs> あー、こんにちは。どうすかうちのサークル。他のサークルと迷ってるえ、ちなみにどこですかあー、そこね、絶対やめた方がいいっすよ。僕も昔入ってたんですけど、一年生はコキ使われるし、肝つらしかいないっすよ。